皆さんどうもこんにちは。ということで今回も、ピクミン4の続きからやっていきます。前回は青ピクミンを見つけて、ドクターをついに救出したかと思ったら、ドクターじゃなかったという絶望エンドで終わったわね。今回も引き続き捜索活動をしていくぜ。お宝を集めまくって、宇宙船のレーダー捜索範囲が広がりました。これで他の場所を捜索できるようになったわ。今活動しているエリアだってまだ完璧に探索はできてないんだけどな。ってことでどんどん進んでいきましょう。地下洞窟を新たに発見したわ。洞窟だと時間を気にせず探索できるのがいいよね。おいちょっと、人がいるみたいだぞ。おお、早速遭難者か。さすがはおっちん、まるで救助犬みたいだね。救助犬だからな。詳しい場所まではわからんから頑張って探せよ。了解、今回こそドクターを救出したい。未確認ブヨブヨはあっという間に倒しちまったぜ。ピクミンって容赦ねえのな。なんか奥にヤバそうなバリバリがいるわよ。電気タイプには電気タイプを。ビリビリしている方が生きがいいってもんよ。すげえなあいつら。あれ？青ピクミンはどうしたの？それが青ピクミンのオニオンをまだ見つけてなくて正式に加入ができていないんだ。そうか、ピクミンを見つけただけじゃダメなんだな。住処を回収しないと増殖できないってか。家なんかその場に作ればいいのにな。おっきんだったら野宿でもオーケーだもんね。やっぱり家はちゃんとしてなくちゃな。このテントウムシを撃退してここを拠点にするぜ。ピクミンたちのおかげで拠点が使えるようになったよ。これでいちいち遠くまで戻る必要がなくなったわね。遭難者を発見しました。おっちんはよくこんなところにいる人の匂いがわかったもんだぜ。でもピクミンでも届かないわ。諦めるしかないかも。判断が早い。こうなったら回り込むしかないわね。ちょうどピクミンたちが坂を完成させたぜ。ここからぐるーっとドドーっと回り込めたらいいね。曖昧だな。でもまずはこの辺の危険生物を退治しておいた方がいいでしょう。現場の安全は第一、お金も第一。安全だけでいいだろ。隊長、消火完了しました。諸君ご苦労、これで安全に通れるな。おいおい、まだこの先長いのか。これじゃあ暗闇の迷路だわ。私ものすごく怖い。そんなに怖がるところでもないだろ。超高確率で道がわからなくなることが。出た方向音痴。道順は己の記憶だけが頼りよ。どうしよう、記憶力もないや。どうしてこいつを連れてきた。みんな、ここに閉じ込められちゃったらごめん。隊員やめろー。さっきの坂を進んでみたら地上への出口がありました。一応これで一生ここで過ごすことは回避できたわね。でもこの高さがなぁ。回り込めるかと思ったけど無理そうだ。この台、一個で確立されてる感じだもんね。いけ、おっちん。いけないわ。それならちょいジャンプからのキピクミン。うおぉ、やけくそだー。やってみるもんだな。さあこの遭難者はドクターなのか。世の中そう甘くはないね。地上に出てまた新しい洞窟を発見。ケダモノの王国。行きたくないんですけど。私も行きたくない。それでもここを探索しなければ先には進めないわ。遭難者もいるかもしれないしな。おっちん、頑張ってくれよ。あんたも頑張るんだよ。チャッピーが暴れてるわね。間違いなく安全な場所ではないんだぜ。暴力性の高いチャッピーは数の力で押し切りましょう。あいつ生意気ですもんね。ちょっと焼き入れてやりましょうか。焼き入れるだけじゃ済まなさそうだけど。ああ、なんだもうこいつら。ああ、こらお前何中だよこら。ケダモノ中だよこら。何この戦い。ああ、もどかしい。おっちんで突撃したい。俺が行くまでもなかったな。何か起きてないかな。なんだあの見るからに硬そうな壁は。ナチュラルにいるけどこれって。いや、ピクミンよね。あ、皆さんちょっとすいません。ちょっと一旦ドアップいただきたいんですけど。え、あ、まだだったか。はじめまして、青ピクミンです。いや、ピクミンか、よろしくな。これもピクミンなんでしょうか。ゴツゴツした黒い岩のような岩ピクミンだ。その硬い体は頭突きでガラスの壁を砕き踏まれても平気で針すら突き刺さらない。しかしそれほど硬い岩ピクミンであっても原生生物にはバリバリ食べられてしまったり硬い地面の上では潰されてしまうのだ。まさに、硬い岩そのものだな。ピクミンと認識していなかったら石や岩と見間違えるところだ。一応岩ピクミンがメンバーに加わりました。これであの硬い壁を壊せるんじゃない？岩さんちょっとお願いします。こんな柔らかそうな壁を壊すのなんて朝飯前だ。早速ひび割れてんじゃねえか。あ、向こうでも岩さんが戦ってる。オニオンがないから増殖はできないけど、野生をスカウトすることで増やせるわ。野生の岩さんに壁をどんどん壊してもらいます。とりあえずこれで先には進めるぜ。壁の先のお宝を回収。
別の壁の先には下の階への入り口がありました。これまた長くなりそうだぜ。なんかヤバそうなのがいるんだけど。ジャッピーアッシュだわ。これはやるしかないのか。みんな、こいつをぶっ飛ばすぞ。やれー。あれ？見た目に反して弱い？あっという間に倒しちまった。めんどくさいやつかと思ったから助かったぜ。このブヨブヨチャッピー、見た目が恐ろしすぎる。うぷ主の大好きな虫みたいな見た目ね。大嫌いな。ひぃ、見た目がほんとゾワッとくる。そういやこいつが飲み込んでた遭難者は何者だったんだ？どうせドクターじゃないですよ。まさか。いしゃー。ついに、ドクターを見つけました。この人を探すのがどんなに大変だったか。やった、また一人、隊員を見つけたぞ。パピオンは豊富な知識を持った凄腕の医師だ。どんな怪我や病気も的確に処置してくれるだろう。きっと葉っぱ人になった遭難者も何とかしてくれるに違いない。残る隊員はパイロットだ。引き続き捜索を頼んだぞ。めちゃくちゃ嬉しい。ようやく進んだ気がするよ。残るはパイロットだけか。どれだけかかるかわからないがとにかく頑張るしかねえな。すぐに地上に戻りたいところですが、獣者の王国を制覇しないわけにはいきません。そうね、ここを制覇して獣の王様になりましょう。それは嫌だ。こんなでかいチャッピーだってあっという間に倒しちまった。うちのピクミン、仕事ができるんです。リーダーはできないけどな。なんかあのカウンター、嫌な予感がするんだけど。ボス部屋にあるあれじゃないの。え。こいつってピクミン1の最後に戦ったあいつ。大きさは少し小さい気もするが、見た目はそっくりだ。あの頃の私たちじゃないぞ、こっちには岩さんもいるんだ。え？ちょっと待って、それは聞いてない。ああ。喉がカラカラだ。お、ちょうどいいところに自販機発見。どれにしようかな。お、美味しそうな炭酸ジュースがあるじゃん。またか。ああ、喉乾いた。なんか飲み物でも飲むかな。あれ？お金足りなかったか。なんだ、調子悪いのか。またやられたぜ。私の好きなジュース、どこを探してもこの自販機にしかないのよねー。よし、今日は奮発してお金あるだけ買っちゃおう。またあーぶっ壊してやるー。また自販機からジュースが出てこなかったぜ。私もだよ。私なんて財布の中身全額突っ込んだのよ。なんで自販機にそんなに使おうとしたのさ。そりゃ限定のジュースを買い占めたかったからよ。何にせよなんとかしてジュースを出してもらわねえと。今回も自販機クラッシャー、マイクシャドウにお願いしましょう。え、今回は3人とも被害に遭ったの。ああ、恥ずかしいことにな。僕も実は全財産突っ込んだら出てこなくなったんだ。全財産、当たりが出たらもう一本は何本に一回当たるのか実験したくて。ああ、なるほどね。おらあ、この詐欺自販機がジュース出しなさーい。相変わらずびくともしねえ。一体この自販機は何の素材でできているんだろう。あちゃ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 ー。なんとしてもジュースを出してもらうわよ。出てくるまで絶対に帰らないんだから。僕だって全財産この中に入っているんだ。この際壊してでもジュースをもらっていくよ。お前の場合は実験がパーだもんな。いけー。これだけ矢が刺さっているのに微動だにしないよ。誰がこんなに自販機を頑丈に作らせたんだ。はい、わしじゃ。市長。こんなに頑丈に作ったって取り壊すのが大変なだけだよ。きっと防犯のためだろうな。自販機をどれだけ頑丈に作れるのか、その限界を知りたかったのぜ。ごめんにゃ。市長もろともやっちまえー。なんてめちゃくちゃな理由なんだ。せめてジュースは出てくるようにしてくれよ。こうしてマイクシャドウは鍛錬を積み、より強力な技を繰り出せるようになった。あ、もしもし。また金だろ。いや、ドルをくれ。それお金って言うんだよ。いつもありがとう。なんだかいつも以上にたくさんくれたわね。はぁ。おお、とてつもない気だ。自販機、絶対。ぶっ壊す。今のだけで普通の自販機ならぶっ壊れるけどな。さあここからマイクシャドウの怒涛の攻撃が始まるわよ。どやー、今回随分応援系を組み込んだな。この方が大技を繰り出しやすいからね。まだまだー。壊せー、市長の限界も壊せー。ほねー。
これでも食らいやがれー。おお、めちゃくちゃ腕が太くなった。地球ぐるぐる引きずり回しだー。はぁ、これでどうだ。まったく効いてないのよ。ちょっと悪いけどドルプリーズ。お安いご用さ。どんどん使っておくれ。すげえ気前のいい野郎だな。働いてストレス溜めてー。どんどん溜めなさい。よし、溜まったぞー。とっておきのお見舞いしてやる。うわぁ、なんだこりゃ。みんなのジュースを出せー。ロボットに変形したわ。オラオラオラー。こんなのコットみじんになるレベルだろ。締めはこれだー。巨人になったー。ぺちゃんこだぜ。こんなもんじゃないぞー。おやー。これできっとジュースが出てくるはずよ。ほら、潰れた缶がね。視聴この野郎ー。